皆さんこんこにちはコードのパート1パート2で基本コードとして3和音5つ4和音12個をやりましたパート3ではコードネームの表記方法についてお話ししたいと思いますまず具体的な話の前にその考え方ですがコードは譜面を見た瞬間に演奏を求められることもあり見間違いを避けるため できる限り省けるところは省略し極力シンプルな形にしますそれでは見ていきましょうメインに英語の頭文字 a a シャープ、b フラット、c などを書きルートを示します次のピンクの枠には3度を書きますがメジャー3の時は何も書きませんマイナー3の時は 小文字の M やマイナスを書きます。次は5度ですが青の枠に P5 なら何も書きません奥義5はそのまま奥義5もしくはシャープ5プラス5と書きますティム5はティム5と書くかフラット5マイナス5です紫の枠には6か7ですが マイナー6を使うことはありませんメジャー6はただ6とだけ書きますマイナー7はただ7とだけ書きますメジャー7は M7 と書きますこの3つここだけ見てみると理屈に合いません3度と合わせて考えると辻褄が合います注意してくださいこれで4音の完成ですが 追加の音がある場合には黄緑の枠に Q やフラット Q などテンションと呼ばれる音を表記することがありますテンションはコードに彩りを与える音でコードの役割まで変えてしまう音ではないので別に取り上げたいと思いますさらに追加情報がある場合には右に続けて書きますまた3度が変化したサス4も右に書きます 何かの音を省く、オミット3、カッコ、3度の音を省略する。も、ここに表記しますし、一番上の音を指定するときには、トップ G と、一番下、カッコ、ルートを指定するときには、オン V と書きます。一覧表です。 では、3話音から確認してみます。基本ルールに基づかないところも確認してください例えば C メジャートライアドならばメインにルートのシーンを書きます3度はメジャー3なので何も書きません5度は P5 なので何も書きません7度や他の補足事項もありませんので C とだけ書きます C マイナートライアドならばメインにルートのシーンを書きます3度はマイナー3なのでマイナーもしくはマイナスと書きます5度は P5 なので何も書きません7度や他の補足事項もありませんので C マイナーと書きます C サス4ならばメインにルートのシーンを書きます3度はなくなるので何も書きません5度は P5 なので 何も書きません。7度もありませんので書かず補足事項としてサス4を書きます結果 C サス4と書きます C オーギュメントの場合はメインにルートのシーンを書きます3度はメジャー3なので何も書きません5度はオーギュ5なのでオーギュかもしくはシャープ5プラス5と書くところですが C オーギュと書きます c シ,シャープ5と書くと違う意味になってしまいます7度や他の補足事項はありません c d i m ニッシュの場合はメインにルートのシーンを書きます3度はマイナー3なのでマイナーと書きます5度は dim5 なので dim かもしくはフラット5マイナス5と書きます7度や他の補足事項もありませんので C, c m ト5と書きます。Dim と書いた場合には3度のマイナーも省略されています。4和音も確認してみます。C6 はルートが C の3度がメジャーなので何も書きません。5度も P5 で何も書きません。6度はメジャー6で C6 と書きます。 C7 はルートが C の3度がメジャーなので何も書きません5度も P5 で何も書きません7度はマイナー7で C7 と書きます C メジャー7はルートが C の3度がメジャーなので何も書きません5度も P5 で何も書きません7度はメジャー7で c メジャブ7と書きます。以降、ルートの C は省きます。c マイナー6は3度がマイナーなので、マイナーと書きます。5度は P5 で何も書きません。6度はメジャー6で c マイナー6と書きます。c マイナー7は3度がマイナーなので、マイナーと書きます。5度は P5 で何も書きません。7度はマイナー7で C マイナー7と書きます。C マイナーメジャーセブンは3度がマイナーなのでマイナーと書きます。5度は p 5で何も書きません。7度はメジャーセブンで C マイナーメジャーセブンと書きます。C7 フラット5シャープが。 3度がメジャーなので何も書きません。5度がフラット5、シャープ5なので、フラット5、マイナス5、シャープ5、プラス5。7度はマイナー7で C7、フラット5、シャープ5と書きます。C7 サス4は3度がなくなり、5度は P5 で何も書きません。7度はマイナー7で7と書きます。 さらに右爆外に指す4と書き C7 指す4と書きます C メジャー7シャープ5は3度がメジャーなので何も書きません5度は防御5でシャープ5もしくはプラス57度はメジャー7で C メジャー7シャープ5と書きます C マイナーンフラット5は3度がマイナー3なので マイナーと書きます。今度はティム語でフラット5-5。7度はマイナー7でセブンと書きます。合わせて C マイナー7。フラット5。別称ハーフディミニッシュと呼ぶこともあり、丸に斜めスラッシュの略記号を使う場合もあります。C ディミニッシュは3度がマイナー3。今度はティム語で7度は。は ティム7ですが、一つずつ書かずに CDM と書きます。3和音特別して CDm7 ディミニッシュ7と書くこともあります。省略して丸と書くこともあります。例題を解きながら説明していきます。例1 F、F シャープマイナー7フラット5のコードトーンはまず、ルートは F シャープカッコ、ファシャープです。ファシャープから マイナー3でラです。同じように、ファシャープから、フラット5カッコ、ティム5で、ド。ファシャープから、7カッコ、イコール、マイナー7は、ミです。答えは、ファシャープ、ラ、ド、ミです。確認問題です。問1、レ、ファ、ラ、ドシャープのコードネームは 答えは Dm7。問いにしれァ、らのコードネームは答えは Bm7b5。問い3 e b ー7のコードトーンは 答えは、ミフラット、ソ、シフラット、レ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。